裁判所に行くんだ。人生初の裁判だよ。今夜がなんて？弁論用紙を呼び返すんだ。マーシャルが明日ワシントンに行くことになったから僕に代わりをやってほしいって。コリン、やっと弁護士らしいことができる。よかったね。けど今夜は一緒に過ごせると思ってた。明日の夜一緒に過ごせるよ。こんばんは、お母さん。あ、ちょっと、ストップ。お母さん、これちょっと、どうする、これ、はい、ちょっと待って、負けて、元気。ちょっと、死んじゃうって。大丈夫、ポール、ご紹介お願いできる？ああ、もちろん。ベラシコさん、こちら、コリーのお母様、ミセス・バンクス。お母さん、こちらが我々の新しいご近所さんのミスター・ベラシコ。はじめまして。ミセス・バンクス、お目にかかるの楽しみにしておりました。おお、美味しそうね。ええ、これを食べるということは歴史を口にするということです。クニチは2000年以上昔から伝わる伝統料理。ああ、でもこれは出来たてのほやほやですけどね。そりゃそう。木曜の夜、ワシントンスクエアパークで私と裸足で散歩してくれなかったじゃん。なんで？答えは簡単、気温マイナス9度だったから。その通り、とっても道理的でロジカルな考え方。一切面白みがないけど、自分の感情を抑えることもできるのね。失敗ですね。いいか、僕とじゃ君と同じぐらいイライラしてるよ。でもお腹が空いたら食べるし、疲れたら寝る。君もそうだろ。結婚生活の危機なのに寝れるわけないでしょ。結婚生活の危機？いや、ちょっと喧嘩してるだけじゃん。これが危機だと思わないの？私たちの結婚生活がかかってんのよ。ネジ入れ、何でもいいからネジ入れ。できた！終わりました！ね、そんな時間かからなかったでしょ。え、ありがとうございます。はい、 AT&T にお任せあれ。失礼します。よし。私にアドバイスを求めるなんて10歳の時以来ね。答えは至ってシンプルよ。ポールを気遣ってあげて、自分が大切にされてるって思わせるの。もしそれができたら、きっと幸せで素晴らしい結婚生活になる。9月27日に大阪のサンケイホールブリーゼで初日を迎え、すでに茨城、神奈川、静岡で公演を行われておりますが、お客様の反応はいかがでしたでしょうか。まあ、各地ですね、お客様が温かいのはもちろんなんですが、やはりその笑うポイントだったりとか、その空気感っていうのが本当に各会場違うんですね。まあ、なのでこれからね、まだまだいろんなところもあるので、まあ、その土地土地の反応も楽しみたいなと思っているところです。なんか私がここに立つ心持ちも2年前より少し変わったっていうのもあるんですけど、聞く耳が持てるようになって、もっともっと大きい笑い声に聞こえて、本当にすごくすごく嬉しいです。はい。なんか、あ、ここを笑ってもらえるんだっていうところ、笑い声が聞こえたりとかして、じゃあそこをもっと膨らませてみたいなとか思ったりして、毎日試行錯誤してます。コメディなので、特にお客さんの笑いが入って完成するものなので、
大阪初日は怖かったんですけど、想像以上に笑っていただけて、でそれ以降もあの各地で笑っていただけているの で、まあ、カーテンコールで皆さんお客さんの顔を見るとすごくいい笑顔をされてて、それ見るのがすごい幸せです。あの自分にとっても本当幸せな公演になってます。はい、2年前よりも僕もあの聞く耳を持つようになりまして、お客さんの反応にもちゃんとなんかこうね、相乗効果でやっていけるような感じが、自信がついてまいりました。まあそれはさておき、でも本当にあの大阪のね初日は本当に、いや大阪はね、あのまあもちろんあったかい街ですけど、あの笑いにも厳しい街でございますんでね、そこでの反応っていうのがまた全部の初日っていうのがね、いろいろと緊張感あったんですけど、本当にもう幕開けたら、ああこんなにあったかいものかっていうぐらいね、こう NGK かっていうぐらいみんな笑ってましたですね。まあそれぐらいに本当にあったかい反応をいただいて、また元気づいてね、でその後の、あちらこちらも回らせていただいて、あの何ですか、水戸とかね、静岡とか湘南台とか、あのまたあのそれぞれの町の個性があるんですけど、まあ、本当にあの受ける場所がこんなに変わるかっていうぐらいのところはあるんですが、でもなんかやるたんびにこうなんか一つ一つ栄養になってるような感じがして、これから大自然集落に向けてまた盛り上がっていくことを、記念して私の挨拶を返させていただきます。2年経ちまして、私もあの聞く耳を持てるようにようやくなりました。あのいろんな会場を回っておりますが、お客さんの反応を気にする余裕なんか私にはなくてですね、ひたすら、自分のセリフを、ニール・サイモンが書いた本の通りに一生懸命やっていこうと思っている次第であります。この先もこの初心を忘れずに、頑張っていきたいと思っております。以上、私の挨拶に変えさせていただきます。加藤和樹さん、10月7日にお誕生日を迎えられたということで、ありがとうございます。おめでとうございます。すいません、私事で、心持ちは特にそんなに変わっておらずすみません。まあ、ポールは、ね、26歳という設定なので、一つ年を重ねてしまったので、まあ、より若々しく頑張ろうかなとは思っております。まあ、役者としてはですね、まあ、この先年を重ねるにつれて、やれるようになる役もあると思います。いつかはベラスコさんをやれるように、まあ、そんなね渋い男になれるように、頑張っていきたいと思います。